三本の矢に導かれたその先に、果たして人は幸せを見出せるだろうか。人生には戦う価値がある。 D の奇跡。主任になりました。また練習しましょう。井上しないっすよ。今も角だよっしょ。吸引力が変わらないんだろうな。なんかほっとけないなみたいな。いかがでした？やっぱりスケボーいいですね。仕事の疲れとかダーツの悩みとか吹き飛ぶんで心洗われます。そうです、これが僕のアナザースカイ。やっぱ楽しむことっていうのを一番大切にしてまして、勝ち負けもそうなんですけど、まあ、一番には楽しむことってことですかね。ジャパンは、はい、おはよう。頑張ろうね、うなぎ。ありがとうございます。30歳ちょうどでプロの資格取ったんですけど、まあ一度きりの人生なんでちょっと挑戦してみようかなと思いました、ね、はい。一番最初は予選落ちでした、はい。そうですね、2年目からもう本当ジャパン楽しすぎてもう全試合出ることを決めましたね、はい。この間当たったんですよ。対戦してボコボコにしました。でも上手いんですよね。でもこれ裏話があって、ホテル一緒で一緒にサウナ1時間入りました。サウナ友達です。サウナ友達かかってかかって香川でね、2人でプシュプシュ言いながら負けられない。なんかダーツって切り替えが大切だと思ってて、悔しいって気持ちを思ったら絶対ダメだと思ってて、もう負けた時はすぐに切り替えるようにしてます。もうあすぐ観光行こうみたいな感じですね。エースは普通にご高齢の社員。はい。いや、ここでうなぎの営業前です。それはあれ、EC サイトに卸す系のうなぎなんですか？まあ、基本は外食とか、うん、スーパーとかに出してます。
ここが僕が働いている横浜冷凍うなぎ販売推進室です。まあ、うなぎをメインで取り扱っている部署になります。8時半から5時半ぐらいまでですね。そうですね、いつも6時に起きて、で7時に家出て8時に会社着いてっていう、そんな生活ですね。注文来ました。転職してからもう5年経ちました。ちょっと好きなことを仕事にしたいっていうのが自分の中であって、でいろいろ紹介していただいて、その中にうなぎの営業ってあったんで、僕うなぎ大好きなんで。やっぱ国産うなぎかなり高くて、去年よりかはちょっと落ち込んだのかなっていう感じですね。でこれが横浜冷凍最高傑作の宮崎県産うなぎ三つ葉亭です。パッケージも高橋さんが一から作って、何度も何度も EC 販売でもしてまして、はい、僕が広告塔に乗ってあって、はい、販売してます。すごい。ダーツの方に関してはお客さんからなんか電話来て、ダーツどうだったとか聞かれますよね。そして結果どうだったとか、はい、もうそれぐらいの関係性になってます。先週はダメだったんですけど高橋さんって真面目ですね。営業なんでお客さんに対しての姿勢がもう本当に丁寧で、あとはやっぱ集中力がすごいですね。たまにその仕事の時になんかもう全然話聞こえないレベルでずっとその物事を考えてるような時間とかがありますね。多分そういうのもなんかダーツとちょっと共通してる部分があるんじゃないかなと思います。僕のイメージとかはもう本当にいつも元気な感じなんですけど、はい、元気ないまま会社でちょっとぼやっとしてることとかないんですか？疲れだったりとか。それは感じない。ないですね、常に元気で、はい、やってますねやっぱプロっていうのもあって、ダーツのプロ で仕事もかなりできるんでモテるんですよ。結構その社内他の部署他の会の女の子から結構積極的にアタックされることあるんですけど。本当ですか？いや本当です、しかも何人も自分も目撃してて。言ってましたか？今年のお誘いを。そうですね、あんまこうなんかこう時間がもったいないと言いますかなんかこう正直こう友達の誘いとかもう結構断ってダーツ優先するってことが多いですね。僕ダーツが本当楽しすぎてよく言われるんですけど、女の子は大好きですよ、はい、でも女の子よりもダーツの方が好きっていう。大学4年間は本当にもう青春をダーツに注いでました、ひたすら、はい、はい。そうですね、まあでももう僕もうなぎに来って言われちゃってるんでもう帰られないですね結構僕の会社はうなぎ以外もいろいろエビとかサーモンとかやってるんで、もし部署移動になっちゃったら、はい、今度まあサバニキとかになっちゃうかもしれないです。前職は大学卒業して、まあ、ダーツ大好きだったんでダーツバー事業で働いてました。バグースです。そうなんですか。はい、バグースの社員で入りました。じゃあ近いじゃないですか、ダーツライブとか。そうですね、まあ八つとか、はい、僕と同い年で。八つってうちにいた八つ。はい、大学同じで。あ、そうなんですか。はい、で僕ダーツライブ落ちまして、で八つは受かりました。へえ。高橋選手、まあ、ヨシキとあえて言わせていただくんですけれども、彼とは大学以来の友人で、もうかれこれ10年ぐらいの付き合いになります。やっぱり入社した後に思うのは、まあ、ヨシキが誘ってくれたからかな、この場所に入れるんだなとか思ったりとか、ヨシキが隣にいたらどう変わってたんだろうなとかいうふうに思ったこともありました。ダーツやろうぜやっつんっていう声でヨシキに誘われてダーツバーに行き投げてみると、でそのダーツバーで実は彼バイトしてたんです。上手でした。もう学生時代から多分レーティング16、17ありましたね。もうずっとエッセイって感じですね。彼が就職先を決める基準がダーツっていうワードを検索して、
引っかかったところに片っ端から応募するっていうやり方だったんですけれども、次どの会社行くのって言ったら、なんかワンダーツリーっていう会社だよみたいなことを就活の時言ってて、で見たらエアコンの空調とかの会社なんですよ。そんな適当な一面もあったりとかするんです。これ銀色の、はい、それはこれあのうなぎのサンプルです。あれははっきりしてましてですね、あの興味のあることをすごく突き詰めるタイプですよね。ただ興味のないことに関しては一切興味を示さないっていう、ただその突き詰めようと思ったところはとことんやる、あの忍耐強さというか責任感を持ってこう取り組んでくれる姿勢っていうのはもともと感じてましたし、ちょっと後ほどあの試食していただければと思うんですけど、これロストラータ州、はい、あのコマチっていうブランドで、はい、これネサがあるのがですね、この弁慶っていうのが割と焼き甘めでタレ多めで、我々結構プライベートでもよく、まあ、飲み会したり、まあ、飲み会の流れで彼にダーツを教えてもらったりとか、いろいろこう、まあ、プライベートなお付き合いを、ね、させていただいている中で、まあ、2人で一緒にサーフィンに行きまして、でそのお昼食べてる時に実はという相談を受けましてですね、チャレンジしたいと、まあ、その分仕事も頑張りたいというこう強い意志を持ってるのでということで、まあ、最終的にはもう最高責任者であるうちの、会長の方が、まあ、なかなか面白いやつがいるねと、じゃあちょっとユニフォームぐらい買ってあげろと、という、まあ、スポンサーとまでいかないまでもでね、ちょっとはまあ応援したいなというところにつながったという感じですかね、はい。ダーツのプロを続けていく上で今のスタイルが自分の中で一番いいと思ってますね。やっぱこうツアー回る上で、例えばダーツ上手いのはもちろんですけど、お金と時間の3つがすごいかかると思ってて、まあお金と時間はサラリーマンしてると安定してるんでかなりやりやすいですね。それはですから、まあ本当にあの履歴書を見て面白いなと思ったのは、あの彼はスキーでも学生チャンピオンにもなってますし、自分がまあ、興味を持つやりたいことっていうことに関してはとことんまでやり遂げるっていう、まあ、そこがその面接に来てくれた時にね、あの採用に至った一番の理由でして、そうですね、小学6年間はサッカーやってまして、で中学3年間はスケートボードとあとロッククライミングもやってました、はい、で高校3年間スキー部で、あのアルペンスキーっていう、まあ、タイムを競う競技やってました。高校2年生の時に都大会で優勝して、まあ、関東大会は出たっていう実績はあります。全部怖かったですね、やってた競技。確かにそうですね、スケボーも怖かったですし、ロッククライミングも怖かったですし、スキーも怖かったですね、かなり。そうですね、高校3年生の時にあの スキーをやめてから、まあ、こう友達にちょっと誘われてでダーツ始めたっていうのがきっかけですね。いわゆる会社員としての経験はもう皆無だったんですけれども、その物事を突き詰める能力というか、そこを買ってたので、このまあ本当にメールの打ち方だとか、あとこう何ですかね、もうそれこそ本当パソコンのキーボードの打ち方とかも全く分からなかったんで、そこら辺最初大変でしたね、はい。まあ、よしきはダイソンだと思ってます。吸引力が変わらないんだろうなっていうふうに思っています。ダイソンって結構スタイリッシュだし、手に取ったらいいなって思って、ずっとダイソンのユーザーってダイソンずっと使うと思うんですよ。それと同じで YOSHIKI にもダイソンみたいな魅力があって、実際に YOSHIKI と話したりとか接点を持った人ってなんかほっとけないなみたいな、そんな感じの感覚を相手に授ける、そんな魅力を持ったプレイヤーかなと思ってます。一番の魅力はやっぱ素直なところですね。素直なところ、なかなかできないもんね。でも人柄がやっぱりいいですね。やっぱり素直でみんなにまあ好かれるタイプです、まあ、みんなが可愛がりたくなるタイプですね。おっちょこちょいなところもいっぱいあるんですけど
同じです逃げんな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 同感です逃げんな逃げんなよしよし行きます頑張れS3? 中継頑張れ頑張カメラえ、あそこ頑張れよっしゃえ、まだ始まる緊張するやりましたやりましたやりましたお前を取ってるさっき解説でバカレさん見ました何時か俺も写真撮りたいんだそうですね、去年の、ジャパンで4回ぐらい多分トップ16ぐらい入賞してて、まあ、まだノンスポンサーで、まあ、やっぱりこれから伸びる可能性があるかと思ってで、彼もなんかもともとティガーに入りたいっていうのがあったそうなのでなんかちょうど、まあ、相思相愛というのがあった、はい、だからやっぱりその SNS とか YouTube とかでもちょっとダーツプロの旅みたいなのをやってらっしゃるのを見てすごくなんか面白いかなそういうところはありましたダーツとうなぎと一緒になんか盛り上げていってもらえたらいいなと思うんですけど、はい、ロビンはロビン、なんとか抜けました、うん、1個落としてたね、はい、ストレート負けしました強かったです。そういうの気になる。また気になるです。やらない。はい。さすがポジション。じゃあ頑張ってください。はい。頑張ります。目赤いよ。はい。目赤い。はい。ちょっと練習に。トイはダメでした。はい、あーダメです。はい。ここもプラマイゼロ。ここの二人。お疲れでした。ムーさんギリギリやった。ムーさんがギリギリ。ほぼスタッチしたのね。応援してくださいね。この後も。行きに行くっすか。まあそれこそ本当ダーツは10年、20年、30年、40年続けられるスポーツなんで、まあ練習時間っていうのは多分他の選手と比べて少ないと思うんですけど、2時間とか少ない時間で。まあ、いかにこう効率よく練習するっていうのをこう意識してやってますね、はい、チャンスものができなかった、はい、また練習しましょう、みんなで練習しなくせに今も勝つだそうですね、もう本当ダーツ楽しくて楽しくてしょうがないんで、まあ、この思いのままずっとこう続けてればいつか優勝できるんじゃないかなって思ってますね。それもよく考えはするんですけど、まあ、ゆくゆくはこう仕事のためのダーツっていうふうに胸張って生きるようにしたいですね、はい、いえば会社にも会社のロゴもユニフォームに入れていただいてるんで、こ うなぎの営業とダーツ、まあ、両立して全力でこれからも頑張ります、はい、やっていきます。ありがとうございました。失礼します。